今回のシャドーバースの動画は公認プレイヤーであるリランさんと対決します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ゲストにお越しいただいたゲーマータレントのリランさんと、我々ファミ2アップのメンバー、はい、タイガー桜井、ウルフ北川、そして岩田ジュビローが、それぞれ各 BO3 対決を行って対戦していくという企画となっております。はい、そして解説にはおなじみの黒木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと圧がすごいですね。後ろ圧やばいですね。うん、でかい、ね、立ってますからね、我々ね。今日は皆さんのね、いいプレーを見れるという。そんなことじゃないですか。ウルフさんに対抗ですから負けたくないんでね。よろしくお願いいたします。あと今回はね、レイジの予選、10月末に行われるレイジの予選前に収録を行っていまして、はいはい、まあそのレイジ予選を調整というか、うん、それもまあ兼ねた感じにはなりますよね。今回の対決で調子よかったらそのデッキ持っていくパターンもありますし、なので皆さんもう自分の持ってきた自信のある BO3 でガチ対決をやっていきたいと思います。よろしいですか。はい、よっしゃ。はい、ということでね、じゃあ黒指さんの方から、はい、簡単にルールの方を紹介してもらいましょう。今回は来ていただいたリランさんとファミツアップの正3人が、まあ、順にね戦っていくという形になります。そしてそれぞれのマッチは2つのリーダーを使用した BO3 日本選手で行われるという形になります。リランさんがファミツアップの正3人にねどれだけ勝てるのかというところも気になるところですがね、うん、このお三方も非常に強力なプレイヤーですので。いや、なんで僕のところで止まったんですか。あ、すいません。でも聞きました噂に、何をしてくるかわからないやつ。何ですかその噂。逆に嫌なんですけど。怖いな。本当にね、汚い手もね十分知り尽くしてるプレイヤーですからね。あと一つこの対決企画の裏テーマありますから。お、なんですか。まあ、あのリランさん公認プレイヤー、はい、タイガー桜井、ウルフ北が公認プレイヤー、うん、そして私非公認プレイヤー。ここでリランさんをボゴし公認プレイヤーの道を開くと。意外たい意外たい。裏テーマもそっちはあります。そんなあったんですね。はい、まだ諦めてなかったっすね。ということで初戦はどなたが出るんですか。リランさんと対決するのは。うっす。おっ、ウルフ心配だなぁ。いやー、もう女子だからってあれですから、あれですからね。レイジ同じターンなんですよ。あ、そうなんですね。今回のレイジ同じターンで、てか前回も同じだった。レイジで会長とお会いしてたんですけど、はい、はい、もう当たる可能性もあるかもしれないですからね。そうそうそう、ここで癖を読んどくのもありですからね。確かに、そうですね。じゃあお二人使うクラスの発表もしていただくと。していただきましょう。もうレイジ前ですから、はい、予選前。何だろう。さあ何を持ってくるか。はい、はい、じゃあ僕は、ドラゴン、うん、ウィッチ。おお、ドラウィッチ。はい、なるほどなるほど。はい、リラン様。はい、私はビショップとネクロです。おお、ビショップネクロ。ビショップネクロ分かれましたね。ドラゴン持ってきてないですか。ドラゴンじゃないんですね。え、ちょっと、ま、意外な、ま、私レイジで、はい、あのビショップとネクロ以外確か出たことがないんですよ。ほうほうほう、過去。なるほど、はいはいはい。なのでもうこのままもうずっとビショップとネクロが好きなので、おお、ちょっと今日はやっぱりこう、はい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 、マジでやらなきゃいけないと思ったので一番好きなクラスをね当てました。選ばれたやつってことですね。そうですね。こういうこだわり持ってるプレイヤー強いですからね。ちょっと怖いです。俺が直前までドラゴンだと何、あと一つ何にしようかなみたいな。あ、まあでも、うんうん、このデッキはもう対リランさん用なんで。やだなそれ。ってわけなんですけど、はい、じゃあそれでは、はい、参りましょうか。わかりました。え、やるの。いや、やろうと思ってない。それな、知らないです私。いきますよ。はい、参りましょう。レディーボース。どっちだ、こっちか。第1回戦リラン VS ウルフ北川。ウルフ北川はウィッチとドラゴン、リランはビショップとネクロマンサーという組み合わせです。このねデッキ、
はい、後の対戦の基準になりますので、そうですね、そうですね、お二人も見守って、しっかり見守ってね、はい、イランさんがどういうテクニックを持っているのか見ていっていただければと思います。はい、さあそれでは行ってみましょう。お願いします。お願いします。いや楽しみですね。楽しみですね。でもね、ファミツアップの第先方はウルフ北川って決まってるんですよ。うん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 、どっちに転んでもいいようにね。ひどい。グランドマスターですからね。グランドマスター一番やってますよきっと。でもリナさんが使う2つのデッキって基本的にウルフが苦手なデッキなんですよ。なるほど。相手にするのがなんでですけど、逆にウルフがそれをなんか若干目立ってる感あるんで。なるほどね。うん、なんかね、リランさんはネフティスのイメージあるみたいなことをもう言ってましたからね。まあそしてね、使ってくるんじゃねえかなみたいな。この土ウィッチですよ。はい、変異の雷撃さんガン積みモルティカイ絶対許さないマンの登場。そうですね、これはね、このカードだけを恐れながらねプレイしなきゃいけないですからね。うん、多分リナさんこんなに積まれてると思ってないんで、うん、結構2発目来たらええみたいな、ね、1発目は覚悟してるけどみたいな感じだと思いますね。しかもスムーズな序盤いいですね。もうインチキムーブじゃないですかこれ。もうこの原爆の記述倒せないですよ。一生倒せないやつ。ドワーフ置けちゃうし。そう、これいいっすね。これ強いっすね。ちょっとこのターンはアーマーブルーがね、土のイメージないっすけどね。なんか昔そうかな、イメージはないっすね。最近全然使ってるイメージな、完全にリランさん用に持ってきた感はありますね。そうですね。いや、このね、セレスの回答もありますからね、ここに。素晴らしい。うん、4セレスの5不動みたいな。きついな、これ。しかも4セレス、そこまで活躍できなさそうな感じもしてますね、現状ね。そうですね。さあさあ、でもこういうの大事ですよ。対戦相手が誰だからこういうデッキを持ってこようって、うん、そのスチウィッチのイメージがないってお話でしたけど、対戦相手が分かってるんだったらこういうオプションも俺は使えるんだぜっていうのをしっかりアピールした形になりますから。まあ一応ウルフのガチ対決がね、我々ファミツアップメンバー3人との対決で2連敗してますから、ここで負けたらもう3連敗目になっちゃうんで、ウルフもいいところ見せたい。そうそうそう、うん、勝ちに行くぞっていう意志の強さを感じますね。いやすごく大事ですね。今ねリランさんいいとこ行ったんですよね、不死者のあれは、うん、土消した方がいいのかどうかっていうところももちろんあったとは思うんですけど、適切しやられちゃいますもんね。単純に数減らしておいて、まあ悪くはない流れではありますね。特に体力の減少もまだまだ少ないということと、セレスで回復ができるっていうことで、しかもこの後トワイライトクイーンからのカムラっていう結構いい流れもできそうで、うん、あ、なるほど、うんうん、はい、これ進化で、これあ、ちょっとアンドレ先進化ですね。そうですね、アンドレ先進化ありがちなやつやりましたね、ちょっと緊張してるかもしれないね。ただこれね、ツインドロー増えて、うん、そうですね、手札溢れるのもケアはしなくていい状態だと思うんで、でも結構今のいいですね、うん、武闘が浮きましたね、うん、まあ、レビがいるのか、まあ細かく動かれても結局カードで損はしないかなっていうところも見越してのプレイなのかなとは思いますけど、おこれがっつり、へえ、面白い。的には詰めに行かないと、なんか、うん、息切れしそうですもんね。特に陣の貫きでここで打点を増やすっていう形でしっかり決めに行きましたね。これ面白いですね。そうですね、今めっちゃ攻めてる。いいっすね。あ、これはまあ箱に刺さっちゃうのはもうご愛嬌みたいなもんで、うん、まあ、ここで6点稼げたのは大きいですよ。実際7ターン目迎えちゃうとカムラが結局突破できないみたいな流れになっちゃうんで、それまでにある程度打点は欲しいところでしたね。ほう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 、おお、キッカー引いてきました。ウルフここにちょっと進化圏使いたくないっすね、これ緊急に。うん、しかもこの場でっていう、うん、まあ、次のターンでもいいかなとは思いますけどね。このターンレビーでとりあえず3点手に入れて3、4、5ので、次のターンに連戦を置きながら近畿みたいな、うん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 、全然悪くない感じがしますね、うん、
も今箱を使ってくれたんで、レビィちょっとタオスにまた進化使ってもらって、もしくはこのターン忍ぶともう打っちゃうもありですね。あー詰めて、うん、箱の少女に打てばクズ鉄の錬成、結局また進化使われないと突破できず、研究の研究者の前でまた壁ができるみたいな、このプレイのなんかどういうプレイも考えられるターンになりましたね。取って、ズレビ、うん、これでもいいっすね。錬成で一体壁が作れるから、相手進化使いますもんね、きっと。うん、ただ進化使ってもレビィが取れないっていう、すごくいいプレイ。確かに確かに確かに、うーん、キープ。まあ、いつ打っても一緒のカードなんで、ここはまあこういうプレイでも、こうなると箱根を使わせたのがかなり大きそうですね。そうっすね。いい感じじゃないですか。いい感じですね。ウルフいい感じ。これレビィ倒せないのかな。嵐から入れば1を倒せるのか。うん。嵐なんとかみたいな。うん、ただ箱根しかないんですよね。相打ちしかないんですよね。あ、まあ箱根進化でジャンクドレンで倒してっていう流れ、ハンドレで取るっていうのもある、うん、まあ、ここはちょっと体力の減少が激しいということでセレスからスタートしましたが、まあ、差し引きプラス2点の打点が結局出ちゃうので、レビィ生かさないっていうプランの方が体力を守るっていう意味だと良かったかもしれないですね。うんうんうん、これはどっちか迷いますよね。うん、これがなかなか裏目不動になっちゃう。いいですわよ。うん。これキープしたの大きいですね。これ。回復で。うん、いや待ってましたと。ここでね、出ますね、点数が。あと3点まで。もう一回溜め込んでいくパターンもあるのか。なんでそんな声ちっちゃいんですか。これも武闘ここで打つパターンもあるし、はい、近畿の研究者で3体処理っていうのも、うん、あ、そうですね、3体、そう3体処理もあるので結構面白い。レビィまでアンドレアルフスに突っ込むとグレン使えばセレスも問題なく取れると。で次のカムラが4点回復の16だけど場に結構残る。全然だ。許された実験を始めよう。こっち使いたくなっちゃいますね、やっぱり。二分一に変わる。二分一はリスク高すぎ。これ相当バンダグですね。ちょっと土がね。ね、さあ、ただこの並びきついっすね。カムラ1枚じゃ船嵐もな。一応2連打できる。2連打だと近畿が残ると。ここ勝負どころですね。うん、リランさん何だろう、何すればいいんだ、教えて、何すればいい。まあ、カムラしよう。カムラ進化すか今。うん、進化してもいいっすね。先にやっぱり近畿取っときたいところはあるんじゃないね。意外とこのウルフの手札見る限りでは嵐嵐とかも強いかもしれないですね。嵐嵐は悪くないですね。次のターン3点しか入らず、まあマックスのこと考えても次のメフティスで取れると。うんうんうん。カムラ進化で、まあ、進化研究者は近畿取って2点回復に収めると。こうちょっとなんかもつれてきました。ちょっとね、結構12点ありますからね。うん、結構近畿生かすために除去も使っちゃって、フォローも除去してっていうのが、うん、無駄なアクションっちゃ無駄なアクションでしたね。うん、
こがちょっときつい。フローを出さないと多分レビで当たった時に打点が下がる可能性があって。ああ、なるほど。はいはいはい。わあ、難しい。そのプレーだからフローを出してもいいなというところですね。でも1回復がなもったいない感あるけど、確かにそうなんだ。土も今足りてるから。ウルフフローだって。これ出した方がいいっすね。俺絶対これは気づかないわ。ウルフフローだって。うん、出した方がいいですね。今この1点回復はまあ特に意味はなさないので、これで2点減っちゃうと、フローとか、あーまあ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 っていう。これを見よう、闇魔術などに魔術を見よう。こういうプレイはね、水で収束するって感じです。自分は三積みのあのカード引けるのか。まだ引いてないですからね。さあ、うわ悩ましい。これこれな、まあ、全処理もできるし、全処理して長期戦狙っちゃうな。これトワイラット行きますね。おお、これはこれちょっと一気にひっくり返りましたね。つらい。ドヤ顔トワイライトクイーンですわ。これ武闘すんのかって感じなんですよね。次ネフティス、おー、まあ体力はいっぱいあるのでグッと我慢ですね。で次あと怖いのはやっぱ燃えてる中ですかね。うん、そうっすね。まあ、それも分かってるんで、多分安易にズラズラっていう展開はなしにして、ここもなんかプレッシャーかけるためにカムラとかにも全然いいっすね。あ、行きますね。面白い面白い。行く。出る？出る。出る。出る。して、トワイライトビーム発動しましたね。これで次のモルティガイ一回除去されたら2か2個に分裂すると流れになります。さあこれは、うわーきつい。絶対絶命。これはきつい。3枚入れたのに。かわいい。引いてこねえ。引かないのは本当しょうがないですけど、でもちょっと辛いですねこの展開は。次オズから、オズからみたいなのあれば、オズからでも、もう結構体力がやばくて、あら、あら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 あら、絶望よ、回復も、来たあれ、あー、かわいそう、結婚と、大丈夫か、大丈夫なのか、これ変異打っても、一応体力1残りますかね、炎熱があるんで、12。完全に目立って持ってきた感じすんのにね。おお、あるあるある、ワンチャンある、ワンチャンある、全然ある。このオズドロー偉いですね。今回オズ2枚だったんで、このトップデックができるかどうか結構際どいラインだったんですけど、とりあえず出して。おいシュッ、おお、ある、ある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 、あるあるよ、1234。うん、ありますねこれ。あるよ、あるよ。これワンチャン1点残るよ、1点、はい、1点残るよ、1点残る。いや、この1点出すのが結構大変なんで、これは首の皮1枚完全に繋がりましたね。繋がりましたね。右手光った。いいよいいよ。うーん、悩ましい。これはまあ結構冷たいけど自分も食らうしな。うん、魔術強いな。まあ素直に、おお、これ1点を、あ、まあ、ソルコンがあるんですね。そうなので、カムラソルコンで結構危険水域を出してる。なるほど。でももう、あ、そうかそうか、いいんだ。カムラソルコン、よろめく不死者みたいなので完璧ですね。なるほどなるほど。全部のカードケアできるみたいな。ほう、レビーもケアできるし、とりあえず当てて楽になった中。あー、たぶんこれ燃えてる中を減らしてゾンビパーティーの、うんうんうん、そのプランもまあ悪くはない、悪くはないです。祝福、あ、ゾンパー普通に打つんじゃないですか。なるほどなるほど。主語つけときたい。うん、とりあえずね、たまにギルガメッシュ入ってますからね。うん、あと変な失踪のドラゴンみたいな、うん、
ゴドラゴン出してくるやつ。ああ、トップいますね。それがいいのか。もうちょっと打ちにくいかなって感じします。いやでもなんか一点怖いから打っちゃうな。難しいですね。さあこれただ俺の北側。俺のレビー。レビーっていい。レビーがね。ぶっ刺さりますけど。レビー魔術師とかね結構。レビー魔術師かなり熱い。うん、熱いっすね。確かに。レビー魔術師して。俺の名はレビー。覚えておけ。さあ、こっから魔術師して。次もう一回変異引いたら勝てますよこれ。あら。ちょっと面白くなってきましたよ。面白いですね。さあこれどうしよう。この玉ですかやっぱ。これ嵐はしなきゃいけないみたいな。そっかそっか。嵐カムラかなり熱い。あでもそれだと体力回復ができなさそうなんで。ね、セレスネフを置くか。セレス際どい。これヨロメック3枚見えちゃってますもんね。ネフからカムラ出てくるんですか？カムララスイッチがありますね。ラスイッチあります。うん、だからネフ一番良さそう。あれ、ね、ネフって置いたんだっけ？一回置きましたね。カムラは出てこなかったのかな。で、そうっす。あ、そっか、カムラ出てこなかったのか。そうっすよ、8、2、4って出たんで。じゃあもうラスイッチがいるんですね。ラスイッチがいますね。さあ、おぉ、いやー、これ体力回復できないけど大丈夫かな。おやすみ。6点ってね、ありますからね。まあただ、このカムラ倒されなければ勝てるみたいな。星見はとりあえずこれ激アツっすよ。激アツっすよこれ。まだまだ続く。星見で変異引いたらもうウルフ勝ちですね。これ1戦目からめっちゃ面白いっすね。いやチャンスですね。これは相当なチャンス。星見はノータイムじゃないですか。さすがに星見ノータイムでいいと思います。PB 回復しますしね。ワンチャン星見の望遠鏡の効果でちょっと確認して。おお3点が出ない。出ないっすね。いやただこれもうカメラ倒さないと負けですからね。そうなんですよ。これで4点回復されてしまう。出しとく。うんうんうん。あで顔詰められるかもしれない。これでそうですね。なるほど。あもう成功です。佐々木を。はいはいはい。点456。なんか引けですね。なんか引け。あよろめく不死者中性で。あ未処理。パパン。あら。そしてセレス置いて完璧。おーおー。お。これ2つ対象を選ばないといけないですね。これで勝利。うわウルフは大勢を引けるのか。いやもう引かないでしょう。きついきつい。もう引かないでしょう。オズが炎熱まだ知らないですからね。でもねねえとりあえず1点ですからね。さあどこがまずかったのかという。いやもうでも12点削るの大変だな。これは大変しかない。逆にもうここからリランさんは場を作っていくように集中していればおのずとね勝ちが見えてくると。2個、うん、もう勝った、うん、頑張ります。もう勝った。はさいはさい。なんかもうウルフのうめきがうめきが聞こえる。いや惜しかったっすね。味わい深い。うわあ大したものじゃ。いや長期戦。いや1試合目からちょっと激アツでしたね。一瞬右手光ったんですけどね。そうっすね。もうちょっとどうがね、うん、あれだったのかもう忘れちゃうぐらいのあれでした。うん、序盤がね、
ちょっと詰め切れなかったのが本当に厳しかったですね。田村いい感じで滑りされてたんで、うん、そこもありましたし。さあ続いてドラゴンを出してきましたね。我が一生は魂、ドラゴン VS ビショップ。まあ、ビショップどういう形なのかっていうところもありますけど、遅いタイプのイージスだとドラゴンの方が有利かなとは思ってます。ただエーラの祈祷が入ってくると押し切れないっていうので結構ダラダラいっちゃうのと、現象の竜使いに対してテミスの審判っていう完全なる回答カードがあるので、そこら辺でまあどういう噛み合わせになるかなっていうのがちょっと気になりますね。ただやばいウルフのもう魔界の女王がね見えてますね。面白いですね。たくさん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 。これね、階段2枚目置けないんですよね。これ手札燃えちゃいますよね。そうですよね。もうこの1差だとね、もうマジで燃えるんで。しかも手札重いじゃないですか。ですね。まあこれ考えるんだったら2枚目は魔界の女王に合わせるためにもっといてもいいかなと思いましたね。出しちゃった。これはやばいです。焦りですな。で宇宙企業ただすごい都合のいいタイミングで魔界の女王にぴったり合って、うんうん、いきなりフィニッシュっていうのもありえますね。そうコンパーツがねいっぱい来てますね、うん、もうこれ手の中で、うん、さあランプアップはできず、まあ、これはもう鎌出しますね、うん、何が来てももうここは鎌出しますね。呼吸器から重機来ない。4.9 さあどうする。いやきついな。やはりここはスノプリにウルスか。スノプリにウルスはやばい。ただこの大釜にウルスは全然ありますね。大釜でスノプリに当たって、うん、ウルスすることによって階段も進むし、うん、結構それはスノプリは結構いいですね。見えてるだけ救いだな。いや本当にフォルテウルズのために残すっていうのも全然あると思うんで、まあね、12点ないし10点が確定してるという裏ですから。あとは結構怖いのは重機が2ターン目に置かれているので、相手が早い動きをされた時にフォルテウルズ魔界の女王全部腐っちゃうんですよね、うんうんうん、そこだけちょっと怖いなとは思いますね。ハイエリザード取っとけばピヨーを出しやすそう、うん、な雰囲気ですね。いっちゃ上がり。顔を詰める。いやこれ悩ましいですね。悩ましいですねこれ。これねまだ相手エラって分かってないですからね。うん全然分かってないので。普通に序盤に顔削っとけば得だろうみたいな感覚には陥りますよね。そこのターン。うおー手当て。なんか順調ですね、リランさん。おお、シンク切る。これ全勝ですからね。うん。あなたが私の王子様。全勝リワンはきついですね。カマは絶対倒さなきゃいけないっていうのは決めてたと思うんですけど、ちょっと進化ここで使っていくのかなっていうところがちょっと微妙なラインじゃ微妙なライン。はい、そうですね。なんかこれだと1個余っちゃうじゃないですか。なんか1日残っててもいいかぐらいな感じでもよかったのかなっていう、うん、あ、なるほど。あおいいっすね、いいっすね。なるほど。なんかこれで、あれですね、階段が遅れると、うん、うん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 。いや、ここはすごいいいですね。ドローさせないぞと、うん、なんかちょっとここまでうまいうまい TP 加速してなかったから、まあ、手裏もあんま良さそうじゃないし、ここでドローさせるの得策じゃないっていう。ミッチターンズルーだけでだいぶ違いますからね。全然違いますね、うん、まあ、このセリュッシュのミコ今引いてきたので、まあ、たまたま良かったっていうぐらいで、まあ、それは本当に恨みでも何でもなくて、このプレーは本当にいいと思います。お、これトラを阻止するプレーですね。おお、トラを消すプレー。お互いいいな、動きがいいっすね、お互いね。そうですね、これランクまでは見ないな、こんな試合。やっぱりですね、これいいですね、今のウルフうまいっすね、うん、だからここまで読み切るんであれば、まあ、そのスノーホワイトプリンセス2枚目本当にプレイしたのかどうかっていう話も出てくるし、うん、なんかいろいろすごい勉強になる回でしたね。7枚出てくるんですね。
1枚燃えちゃいますね。通常ドローが1枚燃えちゃうとなんかプレポイント伸びにくくなはなるんですけど、まあこっからは減少の時間になるんで重いなこんなに引いたら減少1回しか起動しないんだけどかわいそうなんかすごいマジなんでバッハ2枚、ジェネスドラゴン2枚って引くかねドローしたカード3種類しかないやばい、やばいですね、これ3ペア取ってきたのか嘘でしょさすが階段だなこれ結構アイラとか引けてると全然違ったんですけどねアイラうんアイラあるだけで全然だって減少減少するんですねうんするしかないっすうわー辛いしかも進化で取れないからねあわー辛い辛い辛いでも取れるのかまあこれ1個取れるんですけど、うん、結局打点差まあこの進化頑張って打点下げなきゃいけないっていうのがちょっと面倒くさいですねどうしたどうしたあとりあえずテミスもあるけどまあでもここにテミス打たせないともうちょっと先見えない感がただこれ10ターン目に到達すれば結構な打点が出るんで16点出ますからね空いてるからは天候が出るのかな天候出ますうんうんうんでもエイラが置いてないのでみたいなところですかね、うん、回復はするけどってことですよねただふわかがんここでテミス打つと裏って後手に回っちゃうんですよねうんここ結構悩ましいですねで1体残すと僕が次にマチルダとか引いてきた時が、うん、右に当たれと、うん、すごい的確に当ててくなコインプレイヤー当てるんだよな狙った方2人とも2人とも僕はちょっともう違うかもやめた本当に好きあらばそういう流れに持ってくるあただまあ流れ的には全然悪くないですねそれでもフォル照らしたらやばいっすようーんちょっと考えますよね確かに確かに。はい、やらなくなったけど。でもこれでいいのか。うん、なんか良さそう。盤面処理すると気兼ねなくテミスを打ちやすくなって、ここでテミスを打ってもらうと 10PP ってことで、ジェネスドラゴンも殴れて最高。うんで14なんで魔界ジェネスウルズ勝ち。おーおー素晴らしい。勝ち筋しかない。今この。ドラゴサモナーで随分見える世界が変わりましたねおお、これ来たんじゃないのああ。うついや苦しかったバトルですけどしっかり取り切りましたね取り切りましたね実は強いですねおいけいけ気づいてるもちろんそらそうようわ綺麗に決まったないやこれ良かったっすよ最後までこの勝ち手段捨てずに4段目にウルズもせずすごく綺麗にここまで耐え切りましたね素晴らしいうぃーいい試合その力認めさせてもらおうねえ持ち直したということでこの組み合わせですねビショップ VS ウィッチこれにてこの第1回戦が決着という形になるとはいところですねいや魔界入ってるねさすが魔界の女王がしっかり活躍する展開になったのは良かったですねですね今日だから一気に出たいや結構前から殴っていかないときついですねまず幻惑の傷師がカードとしてそこまで強いカードとして機能はしないので漆黒の法典持ってる相手だと鉄炎ソウルも入ってますからねで高校取られてるっていうところもちょっと気になるところではありますねそういう意味では進化圏が、うん、あまり強いですねそうですね単純にドローが多いんでそういう消滅系も手に入れやすいうわまあ2ターン目にめっちゃドローできるからそこが救いなハンドではあります極端だなウルトのドローはこれ結構ねドキドキするんですよね今実質何もないそう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 結構ドキドキする3ドローできたんだね、うん、リランさんもねエイラの祈祷を引いたんでさっきとはちょっと違う展開が、うん、そうですねさっきエイラってバレてないですからね、うん、バレてなさそうですよね普通のなんかイージスみたいなラビットヒーラーもヘイリングエンジェルも天候も出してないですからねうん
そういうの影響出ますよね、BO3 だと出る。おお、ここパス選んだ、面白い。結構3ドロー行ってもいいのかなとは思ったんですけど、手札、うんうん、がかなり今土を必要とするカードが多くて、ここをちょっと嫌った形になりますね。なるほど、面白いな、この手。いや、絶対置いてよくないですかプレミだと、改めて考えて。いや、なんか似たんです、はい、ワンドローで2コスを引く確率をちょっとしっかり考えて、それがまあ半分以下だったっていうのはあると思うんですけどね。で、今土使うカードがレビーレビーってあって、で、土が1枚プラスフローで2枚、うんうんうん、追加で土を使うカードを引いた時に土が足りなくなるっていうところまで見越したのかなとは思いましたけど、それは深読みしすぎですよ、まあ、まあ普通は起きますねさあちょっとこれ苦しいですね。褒めたっていいじゃないそれはレイジでやってくださいよく見ていなさい。ウルフ 4PP 苦しいですねこれ。うん、レビー残す可能性もありますね。クズ鉄だけ置いては全然あるんですけど、盤面ロックは盤面ロックなんでちょっときついはきついですね。やっぱレビー、レビーがこう3枚いるっていうのは本当に強いですね。うん、体力削るキルプランが結構取りやすい手札ではあったんですけど、これ3ターン目でね、種明かしのエーラの人が出ちゃったんで、うんうんうん、なんかちょっと攻めづれえなみたいな、この手札噛み合ってねえな相手とみたいな、ちょっとそこはあると思います。あと次のターンに重機が開けちゃうんで、ちょっとそこのところも意識したプレーが良かったかなと思います。さあこれはワン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 で、ワン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 厳しい。でもなんか顔に使えないっていうだけで、そう、しかも次のターンテンコ出ちゃいますからね。鬼やばいですね。鬼やばいですね。重機エラテンコの3枚コンボが、ね、処理だよ処理これはね、さすがにね、これ残すともうダメですからね、フォロワー残すと、うん、一生回復されるんで、これかなりフリマッチになりますね。オーが2枚見えてるのはもう結構直線狙い感はあります。でもエイラに直線って必要な、辛い、辛い、しかも体力削れる見込みがない長期戦ですからね。そうっすよね。結構この 4-2 もどうするどうするみたいな、これね、次のターンテンポ出てきた時を考えるとフォロワーすらも残したくないっていう、もうわけわかんない状態なんですよわけわかんない状態でどうプレイするのがいいのかなみたいな、これちょっと土のアンバランス起こっちゃってますね。辛い。欲張るプレイもありますよ、エイララビットヒーラー。うわー、エーララビットヒーラーえぐいね。あ、でも回復量は変わんないですね。レビが来ますよね。どの道進化はすると思うので、さすがに天候、さすがに天候の方がいい説。ヒーリングエンジェルラビットヒーラー、天候がいい理由としては単純にサイズでかいんですよね。4号ですね。そう、水流神サイズですね。ただまあこれ以上欲張ってもまあしゃあないっちゃしゃあないんで、変更進化でポポンと回復、しかも2点回復してなんで、うん、まあ、天候が良さそうな気がしますね。でこの後もう5コストってエーラ置きながら打ったらっていう状態には多分ならないので、この先、まあ、もう十分横に並んでるんであれば天候ここ、これ以上引っ張ってないかなと。強いな。ここからスタッツ2に上がるんですもんね。上がるやばい。これ天候に忍ぶと飛んでくる可能性が一応あるんで、なるほどポリフルムタイガー進化ですね。おー、体力も4になるので3点でやられないっていうのがこのプレイの根底になります。そして天候が傷つかないので、天候がなんと6、7。いやー、これきつい。これめちゃくちゃきついですね。これきつい。テンコ6、7になるとレビー出しても
ねえ、2体残っちゃうし、トラ生きる、ひどい、ひどい、トラ生きる、強いなこれ、トラ生きるだいぶやばいっすよ。覚えておけ。あえて見せる。これテンポ倒すしかない。つらっ、かわいそう。8点は食らう。えぐいえぐい。これ8点じゃないですからね、しかもね、実質実質。そうかそうか、まあ、2枚目置くなら今ですよね。置いて、そうですね、全体3点はもう覚悟の上で。いやーやべえぞ、もう進化ポイントないですからね、ヒーリングエンジンで倒せない。でヒーリングエンジンで倒せないとなると次のターンにすごいダメージが飛んでくると、オーズもできないしね。お願いクズ鉄、お願いクズ鉄しかないですよねこれ。俺の名はレビ、覚えて。お願いクズ鉄やば。私を守ってしかできないですよ。うわウルフさん。さあ見えてきたか、ウルフさん。気持ちよくなってる。私がいないとダメなんだから。いやー、いやー、お見事です。大したものじゃ。なんかヒーリングエンジェル倒れないと思わなかった。というわけで1回戦目の勝者はリランさんです。おめでとうございます。いやー、すげー、やっぱ女の子強いっす。女の子は強い。急にいきなり。いやでもめっちゃ緊張しちゃって、うんうん、まあでちょっとネフティスちゃんと勝てたのであんま言えないですけど、結構ボンミス結構してて、まあまあまあ、でも出した後にやべえって顔何回かしてると思います。難しい局面多かったですよね。多かったっすね。いやもうほんと、あーなんでもうすごい慌てちゃって、やっぱり、はい、結構ゴリゴリ押して、はいはいはい、押されちゃって、いや、これ我慢できるだろうってところをすごい回復に回っちゃったりとかして、いやでも圧に耐えられてよかったです。いやそうなんですよね、緊張するんですよねここね。しちゃった、相当しましたね。いやじわじわやられました。頑張ってよ。いやでも土がね、まだまだ勉強不足、練習不足かな。完全にだからネフティス目立った土だった、はい、あれは僕はリアさんがもう本当無理解とか大好きでも知ってたんで、はい、とりあえずヘイの来日とか入れてたんですけど、3積みですからね。3積みにしたんですけどダメでしたね。それでも負けるっていう、引けなかったですもんね。まあ最後引けなかったですけど、引けなかったですけどね。いやー強かった、絶対消されると思ってたんで。もう 5体並べられないって思って踏み入りました。もはやハザイの緊張にしておけばよかったかな。まあ、そっちの方が、はい、あの状況にはマッチしてましたよね。まあそうですね、状況にはって、はい、まあそれしかもう言えない。本当に辛い状況だったんで。ドラゴンはビビりました。あーあれはもう秘策っす。いやーちょっとちゃんと頭に入れとかなきゃって思いましたね。いやでも途中までずっとスノプリにやられてましたけどね。スノプリ強えよと思う。はい、面白かったです。リランさんね、ドラゴン抜きの今、うん、最強と言われてる現象抜きで、確かに、うん、こうやって BO3 勝つっていうのはなんか夢ありますね。ありますね、うん、全然わかんないですね。結構予選もネクロマンスターもビショップも可能性っていう意味ではすごい見せてくれた試合だと思うので、本当に皆さん参考にしていただければと思います。はい、といった形で、この後第2試合も、別の動画で上がりますので、ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。そしてファミツアップのチャンネル登録もよろしくお願いします。します。それでは第2試合でお会いしましょう。さよなら。